ちなみにサウナの整うって感覚は、あれアドレナリンっていうホルモンと、あとセロトニンってホルモンが、こう、特定のバランスで同時にわーって出てきた時に起こる現象だそうです。はい。要するに、体がうおーって温まって血行がすごく良くなって、それから、末梢の部分、指先とか足とかだけ、冷水にパッて入ってキュッて締めるじゃないですか。こういう風に人間の体って、血管とかがこうね、開いたりとか閉じたりとかすることによって、心臓にちょっと負荷をかけたりとかすることができるわけなんですよ。で、これやることによって体をびっくりさせて、びっくりした細胞が、やばい、なんか、外熱くなったり冷たくなったりやばい過酷な環境に多分自分は今来てるから、だから、ちゃんとこう体の細胞を修復して、ネガティブな影響を最小限するために準備しないとって体に命令を出せるんですよ。で、これで体の細胞がリフレッシュされて、具体的に言うとタンパク質のターンオーバーってのが起きて、古いタンパク質が分解されてリサイクルされて新しいタンパク質に生まれ変わるんですよ。代謝みたいなイメージですね。で、それが起きるので、だから体にいいって話です。うん。運動でも同じことが起きます。切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D-Labo 動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。